加保劇場は福岡県飯塚市にある劇場である。建物は国の登録有形文化財、近代化産業遺産に認定されている。1931年、当時の加保郡飯塚町で伊藤隆氏により設置される。前身は1921年に大阪、中座を模して建てられた木造3階建ての株式会社中座であり、1928年に 消失し、翌年に再建されるも1930年の台風で倒壊した。翌年、過保劇場として再々立てされる。観客は当時筑豊地域の中心産業であった石炭炭鉱の労働者とその家族が中心で、大衆演劇や歌手の公演などで賑わった。しかし、石炭産業の衰退もあって、1962年には、 延べ266日であった公演数は1970年代には10から15日に落ち込む。こうした事態を打開すべく、高市の死後に経営を引き継いだ娘、英子の奮闘もあり、1979年から毎年9月に九州演劇協会による全国座長大会が開催されるようになったことや、レトロな雰囲気が人気となり、近年では、 年間30から40日の公演が行われていた。2000年7月30日には、シーナリンゴの人よ限りのライブイベント、座ンエクスタシーの会場に使われた。2003年7月19日の大雨により、劇場がある、飯塚市の中心部一帯が浸水し、客席や舞台、花道などが浮き上がり、1階内部が使用不能になる被害を受ける。 九州演劇協会会長、玄海流により連絡を受けた津川雅彦らが芸能人仲間に呼びかけ、中村玉を、赤石屋さんま、中村勘九郎などといった、名立ちたる俳優や芸能人が駆けつけた復旧チャリティイベントが行われ、イベントに先立ち、飯塚市中心商店街でおねりも行われた。このイベントでは、田村正和や木村拓哉らの私物がチャリティーオークションにかけられ、 東京でも滅多にない豪華なイベントとして話題となった。蒸気水害の後、約1年かけて復旧工事が行われ、翌年9月に復興し、11月には浸水被害直後の2003年9月に公演予定だった九州の人気劇団、銀ギ,ギラ太陽 S の公演も行われた。会場より、 伊藤家の家族経営により営業を続けてきた唯一の民営の芝居小屋であったが、復旧に際して公的資金の支援を受ける必要があったことから、特定非営利活動法を人化され、英子が初代理事長となった。しかし、この時点で英子はすでに高齢となっていたため、後に養子として入った伊藤秀明夫妻に劇場運営全般は移し、 自らは来場する役者らの話し相手を務め、2010年8月22日、老衰で91年の生涯を閉じた。2006年に国の登録有形文化財に登録される。2007年には近代化産業遺産の31三端地域の特性に応じた近代技術の導入など、九州、山口の石炭産業発展の歩みを物語る。 近代化産業遺産群の一つとして認定された。特定非営利活動法人加保劇場は、福岡県飯塚市に主たる事務所を置く特定非営利活動法人。2004年1月9日設立。2003年の集中豪雨被害において集まった寄付金や助成金を活用するために新設され、劇場運営を当該法人に移管した。 2014年に5万7000人を超えた来場者が2019年は2万7000人に減り、2020年は新型コロナウイルスの影響で公演やイベントのキャンセルが相次ぎ8600人に落ち込んだ。老朽化した設備の改修に必要な資金が確保できず、今後の見通しが立たないことから運営の断念を決定した。2021年5月17日、 特定非営利活動法人化去劇場は解散。劇場は当面閉館され、飯塚市に譲渡されることが決定した。ありがとうございます。